ルバレスがつけてるネックレスは偽物です。エセパーズレザー、おほおほ今日はこれで帰ります。プレゼント、プレゼント、ビップビップ。ご飯行きました。ゆうきさんとかとも行きました。小林と一生喋ってる、一生もこれ。ミキでーす。浜でーす。違うよ。HG。そろそろちゃんと敬語使いな、本当に。精神じゃないから。上田が歩いて帰りません。ああ、早々のフリーで面白い。今から私が言うことに対してどう思われるか。菊田って新人で入ってきたんです。僕同部屋なんですけど。まあまあ、のほほんとしてて、ね。まあ、それなりいいんですけど。僕が。古い会社で、すみません、チャイムと時報が。面白い。今私結構この二人少年当てられて今これ二人で。はい、きます。回します。三、二。はい、ということで第4回のゲストは柳選手。はい。まあ、私と柳選手の関係と言いますと、はい、まずは同い年。あ、そうですね、はいはい、ちょっと覚えてくれてます？はい、もちろん覚えてます。前は家にテレビが、まあ、3台あったんですけど、リビングと僕の部屋と寝室で、まずリビングのテレビを息子が、まあ、下の息子なんですけど、はい、が破壊して70インチぐらいの超いいやつ、画面を思いっきりバーンって殴って破壊して、結構パワー系なんですね、はい、で次寝室の次にでかいテレビ持って行ってリビングに、はい、それも破壊して、で僕の部屋のテレビ最後ちっちゃいやつを持って行って、はい、それをが今1個だけ生き残ってるんで、それをずっとこう取り合い、お、チャンネルの取り合い。パパは何を見てるんですか？僕はもう野球見してって言って、うん、そしたらなんかガッチャード、仮面ライダーガッチャード、はいはい、今やってますね、見たい、って、うん、いや、見ていいって言ったじゃんとか言って、嫌だとずっと、それで一生喧嘩します。決着は、まあ僕が結局力に物言わして。パパが勝つんですか、それは。パパの力で。静岡の方、ピーちゃんさん。柳選手のことが大好きなヒロト選手の面白エピソードや可愛いなと思うことあったら教えてほしいです。いや、面白くないし可愛くない。全否定。だってあいつロッカーで挨拶するとき、はい、おはっすーでやんすよ、先輩に。あの、僕とかじゃなくて、例えば遠くの方で、はい、おはっすーみたいな感じで、おい、お前やり直せとか言って、僕が遠目から。そしたらもう一回、おっすーって言って、おい、お前、ぶん殴るぞ、これ。おはようございますって。そういう感じですね。おお、はい。4月から大学に入るそうなんですが、友達と話すにはどうしたらいいですかね？その友達作り。柳選手、その交流関係が深いイメージもあるんですけど。あ、そのだから僕とかあれですね、その野球部以外の友達もやっぱいたんで、うんうん、なんでだったかな、あれだ、なんか明治大学って野球部でもその勉強で入ってきた
人たちと一緒の英語の授業とか受けさせられるんですよ。そんな分かんないじゃないですか。大垣選手どうやって入ったんですか、明治大学。僕はそのスポーツ推薦みたいなので入ったんですけど、うんうん、でもそんなずっと高校の時勉強してきた、まあしてましたけど、はい、そんなやっぱ野球やってたからやっぱそんなやってないじゃないですか。でそんないきなり勉強で入ってきた子たちと一緒の英語をやらされて分かんないじゃないですか、はい、で、すいませんこれ何ですかみたいな感じで話しかけたりしてそっから、はい、で教えてもらう、もう教えてもらうしかないんで、はい、そっから、はい、友達になったりとかあったっすね。きっかけがすごいですね、はい、でも聞くしかないと思って無理だから分かんないこと結構素直に聞けるタイプですか。もう余裕で来ます。あ、すごい羨ましい。ちょっと教えてもらっていいですか。あ、いいっすよみたいな感じで、そこら結構友達できたっす。ありがとうございました。皆さんバイバーイ、ごきげんよう。